こんにちは、高橋優子です。これから私と一緒に空手体操で楽しくシェイプアップしていきましょう。効果は大きく3つあります。1つ目はひねりです。普段使わない筋肉を使うことによってシェイプアップできます。2つ目は空手の技で美しい姿勢を作れるという点です。空手の技を取り入れた体操をマスターして綺麗を目指しましょう。そして3つ目、えいえいと随所に気合を入れることで気分も爽快、ストレス発散になります。はい、回転させて腰の横まで引いていきましょう。ぎゅーっと肩甲骨を縮める気持ちで気持ちよく遅くなってください。はい、少しスピード上げていきましょう。1、2、3、4、耳から肘を離さないようにまっすぐ引いていきます。はい、交互に行います。1、2、3、4、肩甲骨を大きく動かすようにイメージしてください。はい、そのまま真横にひねりましょう。2、引き手が大事ですよ。引き手をギュッと引いてきて腰をおへそを横まで向けるようにしてください。はい、今度は上から上にぐーっと引っ張られてるような気持ちで、はい、一気に締めます。1、はい、気持ちよく息を吐いて、はい、引き手はちゃんと位置になってますか。はい、回転して1で蹴って2で下ろしましょう。スナップを使ってしっかりと引き足を取りましょう。反対です。1、2、膝が高いうちに引き足を取ってきますよ。はい、もう一度1で蹴って下ろします。腕を横に伸ばしましょう。1で引き寄せて、2で蹴る、3で戻して、4で牙立ちに戻ります。1、2、3、4。はい、引き手に構えてください。足を大きく前に出して肘打ち、はい、蹴って止めます。1、2、3、はい、次は連続して、1蹴る2蹴る。はい、腕をぐーっと遠くに伸ばして一気に締めますよ。逆突き前蹴りです。もう一度半円を描いて引く伸ばします。1、2、はい、ゆっくりって、はい、止めます。はい、腕を開きながらゆっくり吐きます。